はチルカーズチャンネルの大峰です。今日はイタリアンダイニングバーエルデさんに来ております。エルデさんでは毎月10日と29日ディナー限定でエルデイというイベントが開催されております。毎回楽しいイベントが開催されているんですが、今回はなんとマジシャンケントさんが来ているんですね。目の前でマジックが見れます。またチルカーズチャンネルでは新宿や中野、杉並を中心に飲食店をね、紹介してますので、チャンネル登録をしてから動画の方をご覧になってください。それでは早速ね、マジックショーに行ってみましょう。どうもマジシャンのケントです。はい、お前誰やと思ったそこのあなた、軽く紹介させていただきます。僕はですね、マジシャンなんですけども、主に経営の方に回らせてもらってるマジシャンなんです。ワッツと思ったそこのあなた、はい、まずですね、僕はですね、マジシャンでありながらマジシャンを現場に派遣するお仕事、そしてマジシャンを育てるお仕事をしてるっていう感じなんですね。僕今、株式会社アンビシャスディーバという会社の代表取締役をやらせてもらっているんですけども、今現在30名を超えるマジシャンをですね、飲食店さんに派遣をする、そしてマジシャンになりたいよとか副業でマジックやりたいよという方向けにマジシャンを育てるっていうお仕事をしております。僕自身はですね、過去にラスベガスでストリートマジックをしておりました。で、海外の文化を、日本でも取り入れたいなと思い、自分の会社を設立したという感じです。で、今回ですね、素敵な会場エルデさんでね、マジックをやらせていただけるということで、頑張ってね、会場を盛り上げたいと思うので、皆さんぜひ楽しみにしててください。 It's show time。 じゃ早速、始めさせていただきたいと思います。はい、ちなみにお二人仲はよろしい？好きです。私もよろしいです。ちなみにご関係は？会社の先輩と。あ、先輩後輩さんみたいな。じゃあお二人の愛ですね、お二人の愛を持ってきました。こお二人の愛こんな感じですか？柔らかい感じ。大きさ的にはもうちょっとあってもいいと思う。こっちの愛が大きそう。あ、こっちの愛、片思い。このハートをですね、シコシコしてあげるとですね、これワンラーブがこれツーラーブになるんですね。はい、お姉さんが先輩さんですね。じゃあ後輩さんいいですか？もうこうやって握ってるんで手出してもらっていいですか？しっかりこれギューって握ってもらっていいですか？いきますってやると消えてオープン。え、嘘。トゥラーブですね。センドラブです。え、すごい、はい、なんでだんだん嫉妬してきちゃいますからね。じゃあこの先輩さんいきますよ。はい、オープン、トゥラブですね。じゃあこのトゥラブ、じゃあ後輩さんいいですか？ギューって握ってシェイクシェイクしてもらってますか？お、上手ですね。オープン、ほら、愛がどん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 出てきますね。いきます。後輩さんに最後プレゼントしてあげてください。オープン、大きなワンラブでございます。はい、大きなワンラブですね。はい、え、すごい。チャラリララランララン、チェンジザカラー。ちょっとサインいただきたいんですけどよろしいですか？じゃあちょっといいですか、1枚どれでもいいんで選んでもらっていいですか？じゃあこちらにですね、素敵なサインよろしくお願いします。何でもいいですよ、ピュピュピュって書いてください。カーリーさんっていうのはどなたでしょうか？カーリーさんっていうですね、名前独特ですね。独特ですね。いいですか？じゃあカーリーさんのカードね、中入れしておきますね。はい、指鳴らしてもらっていいですか？鳴らないです。じゃあ可愛くえいってってやってあげるとですね、これなんとなんとピュ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 ってやったカードが上に上がってくるんですね。はい、サンデー、マンデー、ナンデーと思ったと思うんですけども、半分ぐらいパッて持ち上げてもらって置いてもらっていいですか？ではですね、じゃあ今度ね、このカーリーさんのカードですね、パクパクモグモグしてあげると、カーリーさんのカードが折ったってる状態ですね。折ったってる状態ですね。で、中入れしてあげるとカーリーさんのカードが中でもっこりしてる状態ですね。もっこりしてる状態。カーリーさんどこかなーって言うと、確かにカーリーさんは中でいましたね。責任重大ですよ。バチンって本気で指パッチンしてもらっていいですか？せーの、えい、やってあげると上にちゃんと上がってくるんですね。はい、これ種明かし込みでいきます。これどうやってたかっていうとですね、今カーリーさんのカードがここにある状態。スローモーションいきます。ピュ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 、指ビビ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 ッつって、で指離す、あ、指離すともっこりってことなんですね。種明かししてわからないはだいぶやばいですよ。指先器用なんですけど、それともう一つ器用なのが、あ、それともう一つ、あの、人より優れてるものがあって、嗅覚なんですね。匂い。ちなみに
サインされたのカーリーさんとね。カーリーさん普段どんな匂いされます？もうそこまで近寄らせてもらえないんで。そこまで近寄らせてもらえないんで S と M なの。ちょっとね、それがはい、バレました。普段、ちなみにお酒何飲まれてました？ワイン。ワイン、白ワイン、白ワインの匂いで当てます。カーリーさんのカード目つぶって匂いだけで当てます。カーリーと変わったカードですよね。あ、これですね。バリバリ白ワイン。こちらがカーリーさんでございます。エリさんで、このペンをですね、エリさんに愛情込めて出してもらっていいですか？ペンを愛情込めて。ありがとうございます。じゃあエリさんいいですか？ストップお願いします。いいですか？カーリーさんのお名前書いてもらっていいですかね？本名変えちゃったんですね。本名変えたんですね。じゃあですね、このカード中に入れてきますね。じゃあ僕がせーのって言ったら、せーのって呼んであげるとですね、エリさんのカードだけがなぜかひっくり返っております。読んでもらっていいですか？せーの、読んであげるとですね、テンテンテクテクテンテンテクテクテンテンテク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 テンテンテン。あ、よかった。出てくるんですね。ちゃんと出てきます。ちなみになんですけども、お二人バリバリ仲いいですよね。はい。ということで、お二人のカード隣り合わせです。すごいな。じゃあカリさんの手をこうで、お手で逆です。あ、じゃあなんで僕の手触るんですか？じゃあいきます。手こうで、はい、じゃあ先輩さんこうでお願いします。で、お二人で手ギューってギューって、さらに上ギューって、さらにギュー、あ、ペン持ちますね。ギューって重ねてください。いきます。クライマックスです。ワン、ツー、ゴー。手上げてってください。変わった感覚ないですか？上げてください。変わった感覚ない？ひっくり返してみてください。愛情パワーでカードが1枚にくっついてしまうっていうマジックで以上終わりになります。ありがとうございます。